変わりないか。苦しゅう。おお、そなたか。今は勝のもとで働いておるようじゃな。ならば一つばかり頼みたい仕事があるのじゃが。勝は幕臣、すなわち私の部下も同然じゃ。あれのもとで働いておるそなたも私の部下ということになろう。頼みたい仕事というのは幕臣らの警護じゃ。先の大獄以来、幕府を憎む者は増える一方ゆえ、近頃妙な胸騒ぎがしてならぬのじゃ。とはいえ確たる証もないまま人を動かすこともはばかられる。それゆえ私の一存でそなたを雇いたい。他に尋ねておきたいことがあれば答えようぞ。すまぬが、これだと言い切れるようなものはないの。私の思い過ごしであればそれはそれでよいのじゃが、幕臣らの警護の任引き受けてくれるか。ありがたい。勝が真を置くのにもうなずける。何かことが起こるとすれば皆が下城した後であろう。しばしその辺で待っておれ。どうやら私の胸騒ぎは正しかったようじゃ。勝につけていた護衛が戻ってこぬ。そうじゃな。そなたの力頼りにしておるぞ。よりによって今勝を失うわけにはいかぬ。私も共にあの者らのもとへ向かおう。確かにそれは心苦しいが、今ばかりはしばしの留守を頼むより他あるまいな。これ以上の問答は無用じゃ。では参るぞ。しかしこのなりでは馬を操るのもままならぬ。すまぬがそなた後ろに乗せてもらうぞ。行くぞ。誰かと共に遠乗りなど父上の馬に乗った時以来かの。勝は隅田川の花火の檻にも何者かに襲われておる。もっと用心しておくべきじゃったの。勝は日の本のため働ける男じゃ。そういうものは決して死なせてはならぬ。
やはり賊が待ち伏せておったか。私はしばし離れて。くん、腰に手が何人集まろうと敵じゃねえか。お前さんが解散ありやで。バックに味方するならまとめて切るまでじゃ。ごめんな、ここで手間取らせちまって悪いな。しかしあんた薩摩もんかい。やったらなんじゃ。やれやれ困ったことになったぜ。あの方に知れたらどうなるか。無事騒ぎも収まったようじゃな。勝も高橋も無事で何よりじゃ。してその男がそなた、中村ではないか。初姫様、内御殿。それはこちらのセリフじゃ。大老の死を帰化として薩摩は幕府と和睦したというに、何故かような真似を。恐れながらそれは間違ったと思います。勝手に開国した幕府は倒されるべきでごわす。西郷さんもそういうに違いあいもはん。知れ者が。あの西郷ならば勝を切ろうなどとたわけたことは考えぬわ。これ以上のご託は聞きとうない。沙汰は追ってくだす。去れ。許せ。よもやみしった顔であるとは思わなんだゆえ。近頃薩摩の江戸屋敷はちと妙な様子であった。今思えば私の胸騒ぎの正体はこれだったのじゃろう。こたびの件はひとえに薩摩の不手際。その方らにはとんだ迷惑をかけた。すまぬな。確かにそなたに身を預け馬に乗るのは楽しかった。いずれ気があればまた乗せてもらおうかの。さてこの後のことですがね、中村を処断して薩摩とこじれても面倒だ。こたびの一件なかったことにするのが得策かと。気を回させてすまぬな、勝。そなたにも感謝せねばならぬ。この恩には必ず報いよう。